1984年のジャイアンツ打線。1番センター松本忠、2番ショート河野和正、3番セカンド篠塚俊夫。4年連続で打率3割を達成した篠塚が念願の首位打者のタイトルを獲得しました。4番サード原辰徳、5番レフトウォーレン・クロマティ、6番ライト吉村貞明、7番ファースト中畑清、8番キャッチャー山倉和弘、外野手レジー・スミス、外野手淡口健二、内野手鈴木康友。ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。